東通村役場と村議会議事堂交流センター。東通村役場は日本の地方公共団体である東通村の執行機関としての事務を行う施設である。東通村の村域はかつて道の区国下北軍に属し、廃藩地県により都南藩の所領から青森県下北軍の所属となった後の1889年。 前年志向の町村制に基づく東通村として発足した。以後、現在に至るまで一度も隣接する自治体との市町村合併を行わず単独の村として存続している。村の発足当初、村内には複数の集落が点在しており、中心市街と呼べる区域が形成されていなかったことや、道路が未整備であったことから、役場を隣接する田辺村に置いた。 自治体の区域外に役場を設置した町村は、この当時、極めて異例であった。旧役場は、青森県道177号、海老川新町線沿いにあり、こうした特殊な体制は20世紀に入っても長く、続けられたが、1975年には、国道338号が、村内に開通して、交通の便が良くなったこともあり、1988年に、 村政志向100周年記念事業として、村内の砂子また地区へ役場を新築、一転し、村外に役場を置く特殊な体制は終わりを告げた。役場は、地上5階、地下1階構造で高さ24メートル、屋根が26度傾斜角で、直角三角形状となっている。隣接する、ドーム状態の構造物は村議会議事堂を、併設した交流センターで、役場とは、 村徳さんの火場を建材に使用した渡り廊下でつながっている。交流センターの裏手には村立体育館もあり、いずれの施設も建設に際して、東通り原子力発電所誘致に対する電源産、方向付近が主な原子に充てられている。ありがとうございます。